グーテンモルゲン、仮暮らし9日目。前回のあらすじ。建築中、不慮の事故でクズを失ってしまったボブ。ここでは弱肉強食が基本。たとえどんなに強くても、一度敵の術中にはまればボスですら破れるのがこの世界の掟。こんな地獄でも、難易度はイージーである。旅は続く。でさ、ワニ装備がなんかアップグレードできるみたいなんだよな。ほほう、もう壊れちまったけどな。強そうですね。レシピがなんかエンドコンテンツみたいだな。そういやなんか、クラゲが変なの落としたぞ。何それ。光る粘液、どうぞ。うお、弓みたいに弾ける。ん、投げた。ついた。スライムか。微妙に明るい。投げるタイプの明かりか。うす、何をすりつぶしてるんだ。かまぼこでも作ってるのか。漁師じゃないっつーの。うるせえ。あー、それ海の岩から作れました。何に使うかはよくわかってない。かまどにさ、謎のスロットがあっただろ。洞窟で見つけたこの石灰岩を乳房ですりつぶしていくと、石灰岩の有罪ってのになる。にゃ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 、乳房？エロ。あいつら聞いてなさそうだから打つだけに教えとく。オーケー。有罪を入れることによって精錬した鉱石からインゴットが。おお、2個になった。って言っても増えるのは時々っぽいな。バニラでいう幸運エンチャニレベみたいなとこかな。ってことで19個が31個にまで増えた。この数があれば防具が作れるな。それだいぶ気に入ったな。痛え。え、ぶつかったらダメージあるのか。このケツ、うわぁ。強い。使いこなしやがって。面白い。おい、変態仮面がいるぞ。マジでパンツじゃん。ボブは重ね着だけどよく似合ってるな。ありがとうございますボス。かっこよくはないけど強そうな色してますわね。あのさ、どうして脇だけ骨なんだ。汁もがもったいなかったから。しししししし。みんなと違う防具。これは逆に、脇が主人公ってことなのでは。お前が主人公だよ。なんかやる気が出てきた。この世界は沼だらけだ。ってことで今のうちにボートの操作に慣れておかないか。あの難しいやつか。これ、勝手に第三視点になるのは後ろ向きで進むからなんだよ。進み方は左右のオールを漕いでゆく。ああ。よいしょ。ほ、しょ。でね、そっちじゃない。旋回旋回。ぐー。できた。ふう、これ式の動作でも一苦労だな。難しい。みんな大丈夫か。コツつかんだ。じゃあ、こそ。ボブ。ゲゲ、壁あると旋回しにくい。一度降りて置き直した方が早そうだな。こんなんならバニラボートと操作が同じワニ盾の方がいいんじゃないか。二人乗りできるしさ。あれ、このボートはでかいのに一人乗りだな。ん、ポユシャン、なんでそんな早いんだ。クマ、舵を取るのは主人公だ。意味がわからん。お、そうか、わかったぞ。 A と D のキーを同時押しでオールを揃えてこぐ。まっすぐならめちゃくちゃ速く進むことができるのか。そしてキーちょい押しで角度を変える。理解。助けてくれー。ボブくんさ、下手なのは別に責めないけど、限度ってものがあるよ。お前の船なんてぶち壊してやる。なるほどなるほど、ピーキーな操作性だけど、慣れればすげースピードを出せる。うおー、超楽しい。お、うつも慣れてきたみたいだな。はい。先生、ボブくんがうおーさをしてます。いいだろ、ボブも苦しくても頑張ってんだよ。くそ、二度とこのイカダには乗らん。どこかの陸地に到着。さて今回することだけど、少し前のアップデートで釣り竿が実装されたんですよね。ルアーまでは作れた。あとは竿につける糸が必要。なんだけど、なかなかこの糸の入手方法が厄介。ウィキをちらっと見た感じ、虫食いの葉っぱから芋虫が取れるらしいとかなんとか。ただ英語のサイトだし、翻訳はガバガバだしまだよくわかってない。クマさん、これ。うむ。これはシミャラクラと呼ばれる特殊なブロックだ。例のカタツムリ製造機がそれだな。家に置こう、何かしらの効果が発動するはず。取るとまずそう、呪われたりしませんか。別に。不穏な音が鳴るだけだ。波だ。さて、虫食いの羽。名前通り虫がついてるのか、それとも葉っぱが傷んでるとか、見てわかるか。わかりません。だよなぁ。ウィキの URL いる？一応ウィキ縛りでやってました。マジかよ、すごいな。まあでも、手探りでやるのが一番面白いよね。そう思います。とりあえず刈り取っていけばいいですか。だな。なんでやねん。あの、ボート乗ってたら急に前が見えなくなったんだ。気をつけろみんな、ここには奇妙な術を使うボスがいる。普通にでかい根っこに顔から突っ込んだんだろ。うわ、見た、今ワニがジャンプして生き物を食べた。すごかった。あのな、水族館のショーじゃないんだぞ。あるわけないだろんなこと。それより誰か食べ物くれないか。ドーナツはもう食えない、別のやつだ。しょうがない、カタツムリの肉やるよ。うまい。草むしりをしてると心が落ち着く。墓が見つからない。ムチも、主人公装備も失ってしまった。脇は器じゃないという神からのお告げだ。きっとこれもストーリーの一環なんだ。
俺の仕事の邪魔をするな。し、ひどい。ボリュー、俺たちで草むしりしとくから墓を探しに行っていいぞ。何か理由があるはずだきっと、無知を失わなくてはならない演習率が。聞けよ。あ、墓の近くにボートあるんじゃないか？そうか、行ってくる。ダメだ、虫食い葉っぱ見つからね。そういやボブとウツは英語が読めるんだっけか。このページだけ読める？では少し見てみます。じゃあ俺も一緒に見よう。頼んだ。ここは危険なので小屋にこもります。おお、ガチ初心者のガチ豆腐だ。なるほど、やはりこの葉っぱで間違いないようだ。全部同じに見えるけど違いはあるのか？インフェステッドイードウッドブッシュをハサミで刈り取れば蚕を作れるとありますが、それにはフェロモンソラックスという虫みたいなのが必要みたいです。そうだうつ、それが万円のドロップアイテムみたいだ。あったー、よかったな。やれやれ、世話のかかる坊主だ。見てろクマ、こうやる。グッド。なにー、万円を放って虫食いにさせるわけだな。ハサミか？それとも網？待て、一旦奥。徐々に進化していくらしい。ガが出てきた。いけそうですね。え、このどでかい鳴き声は。マジかよ、こんなところで。なんだなんだ一体。赤い空だ。うわぁ、また来るんだあいつらが。小屋は危険だ、地下に逃げ込むぞ。怖い。はからいも虫は取れましたか？一応急いで回収を試みたけどバラバラになっちまった。調べます。蚕の深みは失敗したが、洞窟なら死ぬほど万円も集まる。そしてさっきアホみたいに回収した葉っぱも大量にある。ちょうどいいな。誰かご飯ください。いいぞ。ぽい俺も。ナッツでいいか？ドーナツはもう飽きて回復しないかもです。俺ももうカタツムリ肉つきてきたな。来た、万円だ。こいつに会えて嬉しいことってあるんだな。確かに。わあ。大量のスワンプマンも地下にはいないみたいで安心した。じゃあ早速寄生させてみますか。オーケー。え、デカホタルがいる。なんで地下に？おい、くっそ叩かれてたわ。ドア開けろ開けろって言ってた。あいつら日本語喋んのか？ブロックで塞いどけ。もう。よし、ガが出てきた。ハミ卵を産みつけていったのかな。5段階目まであるみたいです。5でただの枯れ葉になるっぽいから回収は4でやらなきゃダメみたいだ。ウィキなしじゃ無理だろこれ。初見じゃだいぶきついな。ポッポー、シューポッポー。また死ぬぞ。って、中でうごめいてる。うわぁキモい。結局あれでこうなのか？多分そうだと思います。ずっと難しそうな話してるな。俺もあんまわかってない。これどうだ？では行きます。取れました。いいね。何かが生まれるのはいつだって地の空の時だな。周りから気持ち悪い音が聞こえなくなった。やっと終わったか。バカネズミが一匹。そして、空もいつもの色。って、なんだあれ。なんだ？タワー。すごい、絶対お宝ある。あれはダンジョンか？そう、生成がかなりおかしいけどな。かなり近い。行きたい行きたい行きたい。クマさんあそこ見えますか？どれどれ？巣があります。こりゃ簡単に登れなさそうだな。この塔の支えにはしごつけたら登れそう。お前。おいおい、無理があるだろさすがにそれは。いけそうだ。おお、登れてる。なんだとー。スパイダーマンかよ。すごい。あいつで初めて感心した。クマ、おいらもあれが欲しい。ふう、少し休憩するか。あ。あいつ終わった。親方、離れてください。え、見つかるとやばい、帰るぞ。オーケー。待ってよみんなー。カイコ、ガの家に入れました。ホタルランプがあると糸の生産効率が上がるらしい。石像が増えてる。夫婦になったってこと？かわいいやつめ。じゃ、作っていくぞ。わちのはとびっきりかっこいい色にしてくれ。黄色い線香の釣り竿だ。ねえよそんなん。地球色、まあいいか。持つと自動で網がオフハンドに入る。釣ってキャッチするってことか？これどうやってワームつけんだ？クラフトです。え、餌必要？さっきの蚕じゃないのか？タイニースラッチワームって書いてあります。タイニースラッチ。ああ、わかった。初日にいたやつだ。ああ、なるほど。あのミルワームか。どこにいるんだ？地中から穴掘って出てくる。ああ、あのアリ地獄みたいなやつか。そうそう、どうやら大雨にしか現れないらしい。今じゃないか。今ですね。チャンスか。探そう、どこかに出てきているはず。カタツムリとカニばっかりだ。なんか、前まで嫌だったものが今使うようになってきたな。確かに。カニ？赤い日にしか出ないあのガリガリのネズミにもいつか役割があるのかな。ドロップがあればな。お、あった。捕獲。おわぁ。とう。どうですか皆さん。うんともすんとも。これちゃんと魚がいないとダメなんじゃないか。そうかもしれない。リアルなゲームだしな。ちょうちんアンコウならいる。アンコウは釣らなくてもめっちゃこっち来るんだよな。言えてる。釣れません。だなぁ。一回だけ釣れそうになったことはありましたが。
何？ミニゲームが始まって、うまくすれば取れそうでした。ミニゲーム？